皆さんこんにちは。 RWS ドリブル塾鹿児島支部代表の龍骨です。本日は後ろに下がるドリブル軸足投手を徹底的に解説していきたいと思います。で、軸足投手っていう技は、どこで一体使うの、また、相手がどのような状況の時に使うのが正しいのかっていうのを今回の動画の中でうまく説明していきたいと思いますので、動画の方を最後までご視聴よろしくお願いいたします。では早速軸足投手について解説していきましょう。はい、ではまず軸足投手が一体どういう技なのか、実演していきたいと思います。では軸足投手やっていきましょう。はい、では今のが軸足投手になります。で、この軸足投手が一体どこで使うのかっていうのを説明していきます。まずは軸足投手がなぜ使わなければいけないのか、相手が近いところにいる状態の時に、普通の人って相手を後ろ向きにしてボールを隠して、でパスを探したり、また抜くためには前を向いてから抜こうっていう風にします。でも軸足投手を使うことができると、この後ろを向く動作がなくなって、後ろ前を向いたまま後ろに下がることができるので、このまま相手が来たらそのままカウンターで抜けるっていう風な技になってきます。なのでメリットとしては、後ろを向かずに後ろに下がっていくっていう風になっていきますので、この軸足投手ができると相手を後ろ向きにならなくて済みます。で、軸足投手のやり方について解説していきます。まず得意な方の足の裏で持ってください。で、この時に触る位置っていうのが足全体でボールを触ってください。足の裏全体でボールを触ることによってしっかりとボールの感覚をつかみます。で、ボール今触っていない方の足を、ボールの真横まで持ってきます。真横に持ってきた時に左足のかかとにスペースができてくるので、このまま土踏まずでボールを押し出してください。押し出したら今この左足をまたボールの上に乗っけて、足の裏全体でボールをキャッチします。そしたら今触っていない方の足が右足なので、ボールの横まで持ってきてジャンプして、ボールをかかとの後ろに通してあげるっていう風なやり方になってきます。で、この後ろにボールがジャンプしたタイミングで同時にかかとの横を通していくと、うまく軸足通しができるようになってきますので、まずはしっかり足の裏でボールをキャッチするっていうところを意識してください。そしたら必ずボールの横まで足を持ってくるっていう風にやっていくと、軸足投手というのがスムーズにできるようになってきますので、皆さんぜひ練習してみてください。はい、では軸足投手を使った技で相手がどういう風に抜けるのか早速見ていきましょう。今のが軸足投手とダブルタッチを使ったカウンター技になります。イメージとしては、相手が近い状態で自分が後ろに下がっていく、で下がっていると相手ってプレッシャーに来ますよね。で、ボールを取りに来ようとした瞬間に軸足投手でボールを置いてダブルタッチでかわしていくっていう風な技になっていきます。はい、ではこの技めちゃくちゃ使えますので、皆さんぜひダブルタッチ、あと軸足投手をめちゃくちゃ練習してみてください。はい、ではいかがでしたでしょうか。今回は軸足投手について徹底解説ということで、軸足投手を一体どこで使うのか、また、どういう風にしたら軸足投手ができるのかっていうのを説明していきました。この動画を見て次の日にすぐできるというわけではなく、毎日練習すれば必ず試合でも身につくような技術になってきますので、皆さんお家に帰ってぜひ練習してみてください。この動画がいいなと思ったら
チャンネル登録と高評価を忘れずにお願いいたします。ではまた次回の動画で会いましょう。